2023年6月上旬、とある自然豊かなフィールドで一匹の女王アリに出会いました。体長約6ミリほどのアリ、はっきりと隆起した胸部や脱脂痕と呼ばれる羽を落とした痕跡があることから、すぐにこのアリが女王アリであることがわかります。副兵説の数は2つ、クロナガアリやアシナガアリなどと同じフタフシアリの仲間です。全体的な形状と赤みがかった胸部から、すぐにエゾクシケアリの女王ではないかと考えましたが、エゾクシケアリの結婚飛行の情報が多いのは7月から8月、またこの地はエゾクシケアリが生息していると考えていた場所よりもだいぶ南の地域なのです。この出会いは一体どういうことなのでしょうか。女王を採集した地点のすぐ近くには澄んだ清流と河原がありました。河原の縁には草地と砂地があり、探索をすると様々なアリたちが見つかりました。そして地表では活発に活動するエゾクシケアリが見つかりました。周辺一帯ではたくさんの巣も見つかりました。エゾクシケアリが生息しているとは思っていなかったこの地域で、彼らの生息地が広がっていることが分かりました。周辺探索の結果、以下のようなことが分かりました。女王採集地の近くの河原にはエゾクシケアリの生息地があったこと、見つかった女王はきっとこの地からやってきたんですね。そしてエゾクシケアリの巣口は地表に開いており、石灰に作られた巣なども見つかりました。それでは採集したエゾクシケアリの女王の管理に入っていきましょう。
今回はこの3ウェイメッシュ石膏スを使用します。エゾクシケアリはもともと土中栄装置とされていることに加え、今回は実際に指標や石化から土中へとつながる巣を確認できました。石膏を通して巣内を加湿しながら管理できる石膏巣はエゾクシケアリの管理に適しているはずです。またエゾクシケアリの女王1匹に対し、この3ウェイメッシュ石膏巣は少々大きいため、巣内のこの一角に石膏で作ったパーテーションを設置して小部屋を作ります。ちょうど画面左のこのような感じです。それでは引き続きエゾクシケアリの成長の過程を見ていきましょう。6月25日、女王採集からは約3週間ほどが経過しています。エゾクシケアリの女王は飼育室内で産卵をしてくれていました。卵の数は10個以上ありますね。まずはエゾクシケアリが飼育室内で落ち着いて産卵を始めてくれていたことにほっと一安心です。6月30日、女王は大切そうに卵を守っていますね。この日は女王にあるプレゼントを差し入れしました。平田コクヌストモドキです。今回採集した女王が結婚非行後の新女王なのか、何らかの理由で単独徘徊していた女王なのか不明であることや、エゾクシケアリを女王単独から飼育するのが初めてとなることなどから、このタイミングから定期的に肉餌を与えることにしました。平田コクヌストモドキはその小ささから単独の女王への餌としても大変便利ですね。7月7日、女王採集からは約1ヶ月。エゾクシケアリの女王の元では幼虫が孵化していました。首が長くてよく動きそうな幼虫ですね。7月10日、この日も平田コクネストモドキを与えました。女王は自ら餌を幼虫の元へ運んで食べさせています。こういった光景は足長代わりのようですね。幼虫たちもよく食べているので、肉餌を与えたのは良かったかもしれませんね。7月18日、巣内にサナギが現れました。サナギは眉を張らない裸葉タイプですね。ワーカーが誕生する日が遠くに見えてきました。7月29日、サナギに色がついてきました。目は黒く、体は茶色くなり、羽化が近づいています。7月30日、ついに初ワーカーが羽化しました。まだ色は薄く、エゾクシケアリらしい色彩ではありませんが、まずは無事にワーカーが誕生したことで、女王の孤独な生活はここで一区切りです。さらにもう一匹、羽化が近いサナギもありますね。8月6日、エゾクシケアリを観察しようと飼育巣を取り出すと、異変が起きていることに気づきました。女王が動いていません。何度も確認しましたが、女王はすでに息絶え、硬直していました。丁寧に管理し、2ヶ月かけてようやくワーカーが誕生してからまだ1週間。
女王の突然死です。女王が息絶えていた場所が石膏板で仕切られた小部屋ではなかったことや、幼虫が元いた小部屋からメッシュ付近に移動されていたことから、原因の一つとしては乾燥が挙げられるかもしれません。室内への給水は毎週欠かさず行っていましたが、もしかしたら量がやや少なかったのかもしれませんし、あるいは他の理由かもしれません。この光景を目の当たりにし、しばらくの間放心状態となりましたが、元気なワーカーのために室内を再度給水し、気を取り直すことにしました。幸いまだ最初のワーカーは元気に動き回って幼虫たちの世話を続けていますし、2匹目のワーカーも今まさに動き出そうとしています。せっかく我が家にやってきた遺族しけあり、生まれてきたワーカーや幼虫の生育を見守り、最後まで観察を続けていくこととしましょう。いかがだったでしょうか。今回は6月上旬という時期外れに出会った遺族しけありの女王を飼育し、コロニー化させることにチャレンジしてみました。結果は残念でしたが、その過程では女王採集地周辺で遺族しけありの生息地を発見することができましたし、ワーカー誕生までは順調に管理することができました。この経験は次に生かしていきたいと思います。また8月17日現在、エゾクシケアリの飼育室内では2匹のワーカーが活動し、育児を続けています。残された彼らの行動にも注目し、観察を続けていきたいと思っています。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。